相撲の魅力を子どもたちに知ってもらおうというイベント梅北場所がグランフロント大阪で行われました。会場の熱気をあの相撲少年が初リポートでお伝えします。リポート大阪梅田に現れた新大関琴ノ若など大相撲の力士たち。梅北場所は2017年から3回にわたり開催されていましたが、コロナ禍の影響により中止。5年ぶりにここグランフロント大阪に帰ってきました。これをリポートしてくれたのが、チャッシュ谷山雷蔵です。将来琴ノ若関を倒す男です。ランスポでおなじみ全国大会準優勝の実力者谷山雷蔵くんです。僕がまだ相撲を始める前、幼稚園の頃に一回だけ、まあ専門用語とかはまた説明します。チャッシュ。土俵では現役力士による迫力の取り組みや、でもパワーありますね。相撲興行の開催を知らせる寄せ太鼓、食切りなど相撲の文化や歴史が紹介されました。食切りとは巡業やイベントなどの余興の一つとして披露され、相撲の禁じ手を面白おかしく見せてくれるものです。また子どもたちと力士が取り組みを行うちびっこ相撲も実施。なんと今回特別に雷蔵くんも土俵に上げてもらうことになりました。対戦相手は大関琴ノ若。相手にとって不足はありません。貫禄たっぷり塩をまくと、グランフロントの出た琴ノ若の前で朝青龍。集まった3000人の観客を沸かせました。楽しかった。はい、きつかったです。まあまあきつかったです。だからトイレ漏れさん、トイレ行ってきてもいいですか。運動の後は腹ごしらえ、本格塩ちゃんこに舌鼓です。グルメリポート、食レポは、このうまさ琴ノ若関の右四つ。コメントもバッチリ決まったところで、今日一番の大仕事が、報道陣に混ざり琴ノ若関にインタビューをすることができたんです。いい言葉引き出せたかな。関西テレビニュースランナーの谷山雷蔵です。質問いいですか。はい。僕の取り組みどうでした。いや本当にいい当たりしてるし、この相撲の流れだったり、こう反応がすごく良かったかなと思います。ありがとうございます。プライベートとかは何されてますか。そっち結構ズカズカ聞きます、ね、インタビュー後琴ノ若関からサインをいただけるサプライズも。雷蔵くん、大仕事ご苦労様でした。力士と相撲を取れることはなかなかないので、しかも大関なんで取れることはなかなかないと思うんで、とても楽しかったです。リポートいっぱいやったったね。いやー、雷蔵リポートなんか癖になると言いますか。癖になる ね、 ねちょっともっと見ていたいと思います、ね、結構いいずかずか言ってたね。ずかずか言ってましたね。ことも大事ですもんね。臆さないですから彼は ね、 ね実は取材後雷蔵くん琴ノ若関に誘ってもらって、はい、今週一緒に稽古をするんですって、絶対嬉しいですよね。これいいチャンスやったってこと、ね、これがじゃあそうなんです、繋がったんですね、仕事が、リポートが、センスがあるからやっぱり、ね、見込まれたんだと思う、ね、そうちゃんと名乗ってましたから ね、 ね春から中学生になる雷蔵くんですから、相撲はもちろんリポートの方も成長を楽しみにしています。お疲れ様でした。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録
よろしくお願いします。